はい、こんにちは、ベンマックスです。ですね、先日 AL190 というチープカシオを紹介したんですけれども、それがですね、ちょっと私収集癖がありまして、いろんな全カラーのコンプリートっていうのを今目指してまして、AL190 ってこれなんですけれども、この間ご紹介させていただいたんですけれども、今のところ順調に、増えてってまして、まず銀色がデッドストックで見つけました。これもなんていうんですかね、ソーラーキャパシタっていう感じですね。ソーラーパワーって書いてあるんですけども、電池ではなくコンデンサーで動いてる時計です。で、だいたい4日5日はコンデンサーの中に電池が蓄えられてるんですけれども、思いっきりその後太陽に当ててあげないと、充電されないというものです。それとですね、アメリカで、これ AL190 と書いてありますね。新品が出てきまして、これは黒なんですけれども、これと全く同じなんですけれども、つけようと、保存用といいますか、飾り用、コレクション用に、こっちコレクション用に取っときたいなと思って購入しました。これは、こっちは eBay ですね。eBay で、買ってきました。それで、これなんですけれども、これすごく、入手がですね、難しかったですね。こんなものでエヴァってなんだろうっていう感じですけど中身はね、この AL190 と一緒なんですけれども、これは HDD-S100 っていうモデルで、これは 200m 防水になってますね。で、こっちが50m ですね。50m 防水なんで、結構ね、がっちりできてまして、しかもかなりレアなんですよね。ですからなかなか出てこなくてですね、もうずっとこれ検索かけてて、やっとヤフオクで出てきまして、ここがね、結構使われてたみたいで、ソーラの R のこの1本足が消えてたりとかですね、これ譲っていただいたのは北海道の方なんですけれども、どうもありがとうございました。それで、無事入手することができまして、7500円かな、即決で買いました。7500円だったらいいかなと思いまして、これもね、先ほど言いましたけど、モジュールが一緒なんで、ライトがつかないんですね。こんなものを、やっと、これ入手困難で本当に大変でしたよ。これですね、サイズ感が結構ありまして、G-SHOCK と比べますと、5600よりちょっとでかいんですよね。5600よりちょっとでかいんですよ。で、マットマンよりちょっと小さい感じですかね。で、このね、これがね、もう画像はいっぱい出てくるんですけど、どこも売ってなくてですね、かなりしぶとく待ちました。で、これの動き方なんですけれども、ご簡単に説明させていただきますと、
まあ一応、まあ、概要といいますか、どういうふうに動いてるかといいますと、まあ、ちょっと私の場合、自動車屋だったんで、ちょっともうちょっと大きくします。すいません。こうですね。ここ電源で、直流電源の 24V としますと、こういうふうに、例えばルームランプのスイッチのなんかをちょっと例にとりますと、こうありまして、ルームランプがで、ここに、ドアスイッチがあるわけですね。で、こう、マイナスと。で、ここの、ここがいつも、開いてるわけなんですけど、ドア閉めちゃうと開くわけなんですけれども、ドアを開けたときに、パチンと電源、電気が入って、ルームランプがつくと。まあ、そういう仕掛けに大体なってまして、まあそっからですね、まあこれを例えばこの LSI を想定しますと、こういうふうに例えば車で説明しますと、こうよくコンピューターって言いますよね。車のコンピューターを変えるとかね、それ大体 ECU って会社で言ってるんですけども、まあ、ちょっとここにダイオードかまして、でね、こっからの電気がこっから入んないようにブロックします。で、こっちからは流れていくという感じですね。で、まあ大体ここに、抵抗をつけまして、で内部に5ボルトと。それで、ここでまたちょっと抵抗を入れまして、で、ここにですね、コンデンサーをだいたいかますんですよ。で、本当の、マイコンの端子にくっつけるわけですね。で、これガチャッとキーを回した時とかに、ここ5ボルトがいきなり発生するわけですけれども、この時にノイズがボカンとこう出ちゃったりするわけですね。これ5ボルト以上にボカンと出ちゃったりするわけですね。それをここで溜めて緩和してあげるわけですね。そうするとここにきれいに5ボルトが入ってくると。で、普段はここで、電源が入ってオンになってるわけですね。1が入ってるわけです。で、スイッチを入れるとここは流れ出して光って、この5ボルトがこっちに流れていくと。そうするとここも全部流れていくんで、その時はオフになると、まあ、そんなような感じで、これがコンデンサーなわけなんですよ。で、これのバカでかいやつがこれに入ってるわけですね。で、まあ、時計に変えてみますと、時計だとどうなのかな。ここのソーラーですね。ここのソーラーから、コンデンサーが入ってまして、この中の回路の LSI に入るわけです。で、夜になるとここがね、切断されて太陽がなくなるわけなんで、ここに溜め込んだ電気でこう補っていくわけですね。で、また充電するとここに
貯めながらこっちに流れて動いていくと、そういう仕組みになってます。ですんでこれはもう本当に電池と同じ状態なんで、ほとんどまあ二次電池の何ですかね、タフソーラーなんかもこういう仕掛けになってまして、これがただバッテリーになってるわけですね。タフソーラーの場合は。で、こいつはこのコンデンサーで、バカでかいコンデンサーが入ってまして、それで3、4日を動かすという感じに、まあ、なってます。まあ、そんな仕組みでですね、ちょっと、私ちょっとね、これ気に入ってまして、これですね、まあ、なんとか見つけられましたね。ただ今はね、モバオクで9500円で出てるんですよ。で、これね、もともと何千円だろうな、3000円か4000円ぐらいで買えたんじゃないかなと思うんですよね、新品だと。なんで、この HDD-S100、これは、非常に、かっこよくてですね、私もこうはめて喜んでるんですけども、だいたい装着するとどんな感じかっていうところで、こんな感じで収まりが良くてですね、結構好きなんですよ。で、200メートルで防水がザブーンと海に飛び込めそうな感じなんで、で、ボタンが出てないですね、完全に。もう、ボタンは中に入り込んじゃってまして、ボタンというかね、マットマンみたいな感じになってますね。よく自分でも見つけたなと思いまして、この間 G-SHOCK でドラゴンボールを買いたいなと思ったんですけども、それほど欲しくなかったみたいで、12時にヨドバシで、ヨドバシのドットコムで売られた時に、G-SHOCK 買いそびれたんで、やっぱそれほど欲しくなかったんだなと思って いまして、まあ欲しいものはもう執念深く探しますんで、よく会社にいた時はですね、まあ見つけマスターと呼ばれてました。見つけるのが得意でですね、当時はスターウォーズのエピソード1の時なんかはですね、ライトセーバーをですね、新宿の桜屋だったかな、でいろいろ電話するんですよね。今のネットみたいのがない時代だったんで、で、まあ、よく電話しまくってですね、で、そこ、ある時はそこで押さえて、で、お金入れて、送ってもらって、それで手に入れたりとか、まあ、そんなようなね、ことをやってました。もう、必ず手に入れないと気が済まないんですけれども、まあ、それはお金のあっての話なんで、まあ、今のね、現行のデイトナとか欲しいなと思っても、まあね、普通に売ってますけれども、まあ、ちょっと手が届かないっていうところがありまして、まあ、自分の手の届く範囲で、ちょっとレアなやつを見つけて、で、こうコレクションしていくね、癖があります。今日は皆さん、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では失礼いたします。